One, two, three, go! マクポリ前をエクイポアロハヘラオナオナコウノケアノアヒアヒマムリアオコレオウィマルネイアキカプアナエクイポアロハヘオラオナオナコウノケアノアヒアヒイエーせーのガチャンケアロハガズレレビューシンプル簡単バージョンやってみました。はい、カスの表記ひらがないかがだったでしょうか。まあ私はですねカタカナにで書くよりちょっと読みやすいかなって感じがあります。参考にしてみてください。シンプルですよね。1個のこうテーゼを4回繰り返して4番になるという感じでございまして、ゆっくり柔らかなあの優しいハワイの風をこう思い出させる感じのいいですね。はい。で、動画のテロップ内で一緒に合わせることができたら、今度は自分でノートに書いてですね、それ自分だけでやってみるのをお勧めします。この曲は本当シンプルですんで、コードはさっきも言ったようにコード5個だし、なんですけど、やっぱこれハワイ語っつうのがですね、なかなかやっぱ、言い慣れないですからね。はい。一応書いてみました。この2行でね、もう1番なんですよ。2番、3番、4番で。なんで、これは、この、歌詞を書き出す感じですね。コード進行はずっと一緒ですから。はい。まあ、ここ1番に、ここ3番に。コード進行全く一緒ですね。はい。シンプルに、こういう感じになっております。で、出てくるコードですけど、C と F、D7、Am、G7 のコード5個。このコード5個でございます。これはですね、入門コードなんですよ、全部。で、皆さん、いいタイミング、いい機会だと思いますね。これ覚えていただきたい。これガズレレ必須コードと言ってるんですけど、以前私が、めちゃくちゃ分かりやすく楽しく覚えられる秘訣の動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。覚えちゃってください。そしたらこの5個も自動的に覚えちゃいますんでね。おすすめいたします。できればこのコードを覚えていただきたいです。ありがとうございます。じゃあですね、どんどんいきます。ここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンの弾き方なんですけどね、やっぱいろいろハワイアンの中でもいろいろプレイヤーによってちょっとね、ニュアンスが違うんですけど、まあガズレレでは2パターンやってみようかなと思います。1番、2番は、レトロビートです。レトロビート。はい。1番2番はレトロビートっていうリズムで、3番4番は8ビートのチャってガズレレっぽい王道スタイルでやってみようと思います。まずレトロビートっていうのはこんな感じなんですよ。ドゥンドゥラダンダジャッカ、ドゥンドゥラダンダジャッカ、ドゥンドゥラダンダジャッカジャ。はい、なんかこうレトロなゆったりしたイメージのリズムです。はい、これガズレレオリジナルの呼び方ですけどね。で、8ビートのチャ後半でやろうのはジャンジャッジャンジャジャッカジャンジャッカ。これはシンプルな8ビートのチャってなんですけど、はい、この2パターンでやります。この2つの弾き方、ここにリンク貼っとくんですけど、このリンク先見てください。このリンク先はですね、ガズレレホームページを1枚でウクレレでできるリズムのいろいろというページで、その中からまず8ビートのチャというリズムとレトロビート。この2つの動画を見てマスターしてください。基本的には8ビートが主体になっています。まずですね、両方のリズム、8ビートの基本ができてないと難しいと思いますので、さっきのストリンクの中から、まずは8ビートをマスターしてから、8ビートのチャットレトロビートをやってみましょうということでございます。そしてですね、ここはですね、イントロがあるじゃないですか。イントロのところがこう、感想として毎回入ってきます。ここのところの弾き方をちょっと解説してるんですけど、イントロフレーズですね。ここに書いておきました。ここのカタカナ読んでください。すごいです。シンプルです。
チャッカ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 。ここ C は、ジャンジャジャンジャジャン。チャッカ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 っていう感じの、弾き語りしようかなと思います。この前奏のところと間奏のところですね。ちょっとここやってみましょうか。前奏のところを持ってまず D7 から。ワン、ツー、スリー、フォー。こうね、カッティングが入ってるとなおさらかっこいいんですよ。これカッティングっていうのはこうパッて止める、見てて、右手で今し右手で弾いたでしょ。音止めるとき左手だけで止めるんですよ。はい、こういう感じで D7、 G7、 はい、これをムニムニしてるでしょ。これをカッティングと言います。カッティング、カッティングのやり方もちょっとやってみたいな、面白そうだなという方は、さっきのリズムいろいろのところにもカッティングの方法やり方書いて動画で解説します。やってみてください。これがかっこいい感じに決まるとでいいんですよ。で、全体的には跳ねてるリズム、シャッフルですね。例えばこう、チャッカ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 っていうシャッフルのリズムです。あ、普通のリズムってこうですよね。1、2、3、4。シャッフルは、タッタ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 。ちょっとこう、ルンルン気分でこう、体跳ねながらやると、そういう効果が出ると思います。ゆったりとね、リズム速くならない方がこういうのはね、優雅に弾きたいやつですから。はい。そんなことを踏まえながらですね、あ、そうだ。最後のアウトロー、ちょっとかっこいいフレーズを入れます。ちょっと聞いててくださいね。最後エンディングですよ。もう一回クリックします。じゃんじゃん、ここ。でしょ。一弦の3567C D7G7 3567C、 一弦の3567、おしゃれ。これぜひ最後ちょっと入れてみてください。はい、ではですね、いきますよ。ケアロハガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。ガゼレレ流かっこいいバージョン。ガゼレレ流ではレトロビートと8ビートのチャという2つのリズムでやってみたんですけど、これいろんなリズムでね、やって、いろいろ YouTube 見てもそのプレイヤーによっていろんなリズムのね、奏で方があって、ご自分の興味がある弾き方で、思う存分こうハワイの気分を味わいながら、あの風を浴びながらね、気持ちよく歌えると、またこれ最高ですよね。コードは簡単ですけど、やっぱあの歌の雰囲気がね、もうほんととろけちゃうような感じの、あのニュアンスがね、やっぱり、大好きでございます。はい、皆さんもぜひ思いっきり気持ちよくやってみてください。ありがとうございます。ガゼレ今この今映ってるウクレレ、ガズの初めてウクレレ、ガズのわがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダー、これすべて今事前予約注文と、ガズの初めてウクレレだけはもうすぐに販売できる状態になってます。ここ
ここにリンクはちょっと貼っときますんで、このリンク先ちょっとご確認ください。リットミュージック社から、出版してるガズの本なんですけど、累計 3冊で12万5千部を突破という、もうものすごいことになってるんですけど、はい、大ヒットシリーズの今回第4弾が出版決定しまして、今予約受付がスタートしてます。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方はこれ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。